イギ,イギリス海峡、イギリス海峡、イギリス海峡、または、英仏海峡、ラマンシュ海峡は、イギリス、グレートブリテン島と、フランス、ヨーロッパ大陸を隔てている海峡。東端は、ドーバー海峡を介して北海に繋がっている。1994年5月6日、ドーバー海峡間に、英仏海峡トンネルが開通、高速鉄道ユーロスターの運行が開始された。 全長約5 6 2トル、最も幅の広い西端の約1 8 0トルから最も狭い、東端ドーバー海峡の約3 4トルと、全体的に非常に凹凸の多い地形になっている。ヨーロッパの大陸方周辺にある海域で最も小さい海峡であり、約7万5 0 0 0トルの範囲がイギリス海峡と呼ばれている。 大陸方上にある海峡であるため、最深部で172メートル、平均水深54メートルの旋海であり、フランス海岸近くにイギリス領である、チャネル諸島がある、後日、16世紀から18世紀の前半にかけて、オランダの海図に、エンゲルス海峡として知られている。それ以前には、ブリティッシュ海、イギリスの海として知られており、2世紀の地理学者である、 クラウディオス・プトレオスのオシャニス・ブラター・ナカスにもそう記載されている。同様の名称は1450年代のイタリアの地図かなライツ・アングレイの上でも使用されている。これは最初の海峡名の使用である記録と考えられる。フランスでのラマンシュ海峡という名称は17世紀以来継続して使用されている。名前の由来は英仏海峡のスリーブ。 からであると言われているが、スコットランドでは、ケルト語で、海峡を意味する、民地海峡が語源であると主張されている。平凡社の世界大百科事典によれば、生誕から東端に至る過程で徐々に狭まる海峡の形状を、フランス語で、袖の意味を表す、ラマンシュに例えたのが由来であると説明されている。イギリス海峡は東端を、ドーバー海峡、生端を、 コーンウォール半島のランズエンド岬崎大間までとする広い範囲の海峡である。英仏海峡間ではドーバー海峡が最も狭くなっている。最も広い区間はとサンマロアンの間だが、この区間は比較的震度が浅く最も深い区間で平均震度約120メートル、そこからドーバー海峡とカレーの間までに約45メートルまで隆起している。 北海に隣接したでは26メートルとなるが、ガーンジー島の北西30キロメートル地点にある、イギリス海峡の最新地点であるでは、最深部で180メートル、19マイルに達する。海峡の形成は、比較的新しい時代のもので、最終表記末期の約1万年前までは、陸地であった。その後、十五から十八万年前に、氷床の誘拐により、北海南部に、 炭水湖が形成されたが、これが、ウィールド地方をアルトリア丘陵方面で発生した壊滅的な大規模洪水によって、大西洋と連結され、海峡が形成されたと考えられている。1秒あたりの最大放出量は100万メートルを超え、洪水は数ヶ月続いたと考えられる。洪水に至った原因については特定されていないが、炭水湖の水圧が地震によって、 圧縮強化されて引き起こされたと推定れている。ヨーロッパ大陸とイギリスをつなげていた地球を破壊したと同時に、洪水は巨大な岩盤で形成された谷を、英仏海峡の下側に刻み、流線型になった島と壊滅的な洪水の爪痕を残した。ここでは、イギリス海峡に注ぐ河川を列挙する。イギリス海峡はイギリスにとって、自然の要塞ともいえる主要な防衛線で、 北海から大西洋へと続く海峡の封鎖のコントロールと軍の侵入を阻止する役目を持っている。ヨーロッパ側の海峡に面したオランダとベルギーの港が重要視されており、1588年のアルマダの海戦やナポレオン戦争の間のナポレオン・ボナパルトの侵入を防いだ。本土への侵入とロンドン上空の空中戦まで発展した第二次世界大戦中のナチスドイツからの 侵略の危機が最も危険な時期だった。第二次世界大戦中、ヨーロッパの戦いは主に、大西洋での戦いに制限された、大西洋の戦いを参照。バトル・オブ・ブリテンの初期は、海峡上の艦船、港湾施設への空襲が主で、海峡の横断は、セルベルス作戦を例に見られるように、ノルマンディ上陸作戦までは、非常に危険だった。海峡の攻防戦は、 航空機、潜水艦、総海底などを駆使しながら徹底的な沿岸線へと移行した。イギリス海峡内のチャンネル諸島はドイツによって占領されたイギリス領土の唯一の地域となったナチスドイツによるチャンネル諸島占領。ノルマンディ上陸作戦の成功後にイギリス海軍は島を封鎖するなどしてドイツ軍を圧迫し5年間の占領期間中の 最後の数ヶ月はドイツ占領軍は飢餓と物資欠乏に悩まされた。ドイツ本国の降伏後、1945年5月9日にドイツの諸島占領軍はヨーロッパ本土で降伏した。2015年7月29日、英仏海峡トンネルのフランス側出口にイギリスへの不法入国を目指した難民、約2000人が押し寄せ、トンネル運営会社である グループユーロトンネルが対応に追われた。難民の不法侵入は数週間前からこれまでにも幾度も阻止されており、難民側には死者も出ている。難民はフランスのカレーほかフランス北部に多く潜伏しておりその後もイギリスへの入国を引きき試みている。これらの対応のためにイギリスはカレー近郊のターミナル駅周辺保安の 強化費用として700万ポンドの追加支援を決定した。カレーにはフランス政府が難民のために簡易水道、仮設トイレ、街灯などを徐々に整備した難民キャンプが存在している。同年9月7日にはイギリス首相デイビッド・キャメロンが当初の難民受け入れに消極的だった姿勢を世論圧力により撤回2020年までに 最大2万人のシリア難民受け入れを行うことを表明。2011年のシリア内戦勃発以降の難民受け入れ数がドイツスウェーデンなどと比較して少なかったことに対応した形だが、2015年11月18日にイギリス新聞社タイムズが実施した世論調査結果にいれば、2015年11月13日発生のパリ同時多発テロ事件の影響により、 難民受け入れを求める意見は急速に減少、世論次第で方針転換を迫られる可能性があると報じられた。現代のイギリス海峡は政治的に以下の地域に区分される。イギリスとフランスを陸路でつなぐトンネルである英仏海峡トンネルは別名ユーロトンネル、ドーバー海峡トンネルと呼ばれており、1994年に海通、トンネル運営会社でもある。 ユーロトンネルグループ。現在はグループユーロトンネルによる高速鉄道の運行が開始された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。